はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりフォトです。今日はですね、フィルムカメラの話題ではなくて、まず使う機材ですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。ルミックスの G2 ですね、2010年の4月の発売の、ですね、動画性能はですね、ハイビジョン動画ですね、1280×720 という、はい、動画性能なんですけども、この、動画撮影機材でですね、YouTube 動画を、撮影してみたいと思います。ということで、内容は何かというと、私の普段の、はい、生活についてですね、ご紹介をしてみたいと思います。今回はですね、ちょっと靴が壊れてしまいましたので、その靴の動画を作ってみました。それでは最後までご覧いただければと思います。はい、ということで今日の動画は実はですね、はい、靴の動画です。仕事からですね、よく革靴を履くんですね。ということで、いろんな靴を使うんですけれども、例えば、靴ですけれども、これはビリケンですね。ビリケンなんかはこれもう5年くらい普段靴として履くんですかね、普段靴として履いています。で、ソールがこんな風にですね、削れてしまう。で、何をするかというと、私先日ちょっとご紹介しましたけど、シューグーというこういった靴底の補修材があるんですね。これを使ってこのように盛り付けるわけです。で、盛り付けて、何日かすると、はい、何日かな、1日くらいですかね、乾かすと、しっかりまたゴムになるということで、まあ、こういったことを何回か繰り返しながら、こういうところですね、はい、大切に履いています。中底ですけども、汚れてみますけど、確かに汚れてるんですけど、これも今日ですね、昨日ですか、洗って、そして天日干しをして、まあ、一番今綺麗な状況といってもね、もう汚れ取れないんですけど、こんな状態で履いています。はい、ということで今日は実はですね、はい、今最初にご紹介したこれリーガルですのウィングチップという靴なんですけども、買ったのは1987年、買ったと言ったらちょっとおかしいんですけども、実はこれは結婚する前に妻に買っていただいた、革靴なんですね。なので1987年ですから、もう30年以上前の革靴です。で、まあ、当時の革靴は本当にね、硬いんですね。すごく硬い靴です。で、この前の時期で、革靴を出して、手入れをしていたんですね。そしたらね、大変なことに気づいてしまったんです。実は、靴底なんですけど、靴底ですね、こんな靴底です。昔の本当に硬いリーガルの靴底なんですけれども、はい、左側の靴底が割れてしまってたんですよ。割れてしまっていました。ということで今日はこの靴を、修理に出すことにしました。で、いろいろネットで、調べて、で、送るのはですね、台東区の靴修理のお店ですね、どんな靴でも直せますよということで書き込みがありました。それで、LINE で連絡を取ったら、送ってくださいということで快く、引き受けていただきましたので、これからこの靴を、修理に出したいと思います。ということで、まあ、その梱包をするような、ね、動画を今日は作ってみようと思います。どんな形になるかちょっと分かんないんですけれども、やっぱり皆さんは靴とかは、修理に出されますかね。私は基本的にはですね、靴というのは、修理のできる靴を買うようにしています。で、昔やっぱり若い頃はデザインとかね、いろいろあって先の尖った靴とか履いてみたんですけれども、やっぱり長く履ける靴ということで修理
できることを前提にして、購入をしています。最近持っている靴でいうと、スコッチグレイの、ローファーですね。普段仕事で履いているのはこちらスコッチグレイの、こういった茶色い靴なんですけど、これもですね、実は、一度ソールの修理に出して、またかかと擦れてきたんですけども、修理に1回出しました。でもうあと1年くらいかな、履いたらこちらもですね、ソールの修理に出していこうかなと思っています。これ普段毎日履いている靴ですので、すごく汚れは見てるように見えますけど、これもいつもですね、オイルを塗って、大事に履いている方で、こういったところもね、擦れてしまいますので、擦れないように当てたりしながら、靴履くときはもう極力靴べらを持参していて、いつもキーホルダーにつけていて、靴べらで靴を履くようにしています。ということで今日は、この靴を修理に出そうと思います。で、大体料金ですけども、聞きましたら、全ソール交換になるんじゃないかということで、見積もりではそうですね、15,400円だったかな。でプラス送料ということで、送料かかりますけども、やっぱりね、大切にしている靴ですので、はい、また修理に出して、改めてまた長く履きたいと思います。もうそうですね、スコッチグレインが、広川さんですかね、広川さんですね、が2足とリーガルが、今の靴を合わせて、ブーツもリーガルですので、リーガルが2足かな、あとは、ダナーですね、ダナーのブーツとか、安藤製菓のすごいなんていうのかな、ラギットな靴というのも持ってます。靴もそうですし、カメラもそうですし、できるだけ修理できるものはを購入して、修理して長く使えるのが、これが一番、私にとってはきっと、エコなのかなと思っています。はい、ということで今日はですね、はい、こんな風に、梱包をして、靴を修理に出すという動画を、ルミックスの G1、G2 でですね、ハイビジョン動画で撮影をしてみました。これからも様々な動画を配信していきたいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さよなら。